上口さんが道路を歩いている。同じこと違うこと、障害者の暮らし。ファイル3、精神障害、症状と生活を知る。コンビニの外、上口さんがコンビニから出てくる。なんかミルクスティックとかいうのと、あと、1リットルのコーヒー。あんまりお弁当みたいなのも買われないですか？僕ね、弁当とかあんまり好きじゃないもん。上口智久さん、食事は3食ともコンビニで買うことが多いそう。今日は自宅に伺いました。上口さんに普段通りの自宅での過ごし方を撮影したいとお願いしました。でもね、僕たち入らなくても大丈夫です。自分の部屋、くつろぎで言うとこの部屋の構造的に後ろ向きになっちゃうんですけど。あ、いいです、後ろ向きでも。あ、いいんですか。いいです。いつも通りで大丈夫です。はい。僕いつもこのテレビは向こうの方で、テレビはあまり見ないけど、はい、例えば音楽聴くでもこう座ってるとか、例えば。あ、なるほど。そうだな。どうだろうな。音楽聴いてるよりも、いつも通りっていうのは結構なくてね。あ、じゃあずっとテレビ見てるっていうふうでもいいです。テレビつけて、はい、テレビつけててもいいですし、音楽聴いてるっていうふうでもいいです。そっか、うん、どういうふう、普段こんな感じで部屋にいますよっていう時の一場面でいいです、はい、手だけ洗うと。いいです、いいです、はい、すいません、これがやらないとちょっと聞くのは、ね。上口さんが台所で手を洗っている。今ちょっとパッと思ったんですけど、今手洗ってるとことかってなんか撮った方がいいような。撮りました、今撮ってます。実はずっと回しっぱなしで、だからやっぱりその精神障害者って手洗うのが多い人って多いじゃないですか。何時間でも洗ってるとか、そういう事実をただ取ってほしかったって、ただ僕の願望だったんで。でだけど一回そうやって手洗った後はもうこの手袋をはめて、なんか出るときは外、この他の部屋に出るときは出るってやらないと、また手洗わないといけないんで。そこに出るときに手袋。そうだから、その手袋をはめればとりあえず手はまた洗わなくて OK っていう、なんか勝手な自分のルールを作ってるんですけど、ちょっと手袋させてもらいます。あ、どうぞどうぞ。すいません。上口さんが白い手袋をはめる。はい。上口さんは10代の頃から統合失調症と寄り添ってきました。今はお母さんと二人暮らし。食事などの生活は別々でやっているとのこと。現在仕事はしておらず、障害年金でなんとか生活しています。仕事が嫌っていうよりも、なんかそのなんか僕そのずっとそういう症状で悩んでたんですけど、仕事すると必ず眠くなってくるんですよ。眠くなってきちゃう。なんでかわかんないんですけど、結構それ今でも結構あるんですけど、だから全然原因がわかんないけど絶対眠くなってくるんで、だからその頑張ろうと思うのにそうなる自分が、まあ悔しいというか。仕事はいくつも行ったけど、どうしても長続きしなかったそう。入院も何回かした。今は病院の外来受診や障害者支援の活動に参加したりしています。家にいるよりは外に出る方が好きとのこと。今日は精神障害者家族会のあけぼの会に参加しました。いろいろ語り合ったり、レクレーションの打ち合わせをしたり、この日は
精神障害者の自主グループアイアラックに参加中です。ここでは参加名簿の受付などのお手伝いもしたりするそう。市役所で保健師と一緒に当事者同士で病気への理解を深め合うピア活動にも参加しています。それは社会性がちょっと欠落しかけてる統合失調の方が方に多いの。10代の、まあ、僕もそうですけど、僕もなったのは14歳なんであれなんですけど、やっぱね、まあ僕も含めてだから、まあでも結局言っちゃったり失礼になっちゃうんだけど、やっぱ要はそこから年齢が止まって、精神年齢がそこら辺から止まってるっていう人が多いんですよ。だからちょっと子供っぽいとか、やっぱり僕もなんですけど、こういう会に、そうですね、なんかいろんな、なんかいろいろと忙しいですね、はい、外に出られるのっていうのは、あ、でか逆に家にずっといるのがダメな方で、今日はこれで終わって、はい、ちょっとあれですか、どんな予定ですか。まあちょっと街をブラブラしてから帰ろうかなと。帰られる、はい、ありがとうございます。はい、どうも、はい、じゃあどうぞ、よろしく。あ、すいません、じゃあ失礼します。保健師さんに統合失調症について聞いてみました。簡単に言いますと、統合失調症とは自分の考えや気持ちがバラバラになって、行動や発言がまとまらなくなる状況です。読んで字のごとく考えを統合まとめることが失調できなくなる病気です。主な症状としては、現実にないものが見えたり、誰もいないところで人の声がするなどの幻覚や、見張られているとか盗聴されているというような妄想が主な症状です。で、治療法としてはですね、投薬っていうのが一つの柱になりますけれども、精神療法といって行動療法やリハビリテーションの中にですね、そういったピア活動ということも提供する側としてですね、役割を持ってやっていくことも一つのハビリテーションになっていきます。治るという表現はこの病気では使ってないんですけれども、うまく付き合っていくっていうことでやっていかれています。で、再発もしやすい病気ですので、再発がしないように周りの配慮が必要な病気です。正直取ってもらっておいて本当に申し訳ないんですけどね、あれから2つちょっといろいろ紆余曲折あって、あれから少し経ってから全然行ってないですよ。あ、そうなんですか、うん、どことどこですか。両方、アイアラックとアイアラックと秋物会、ほう、うん、この取材とかで行ったからっていうんじゃなくて、その本当に僕個人の個人的なことでちょっと行かなくなっちゃったもんで。そうなんですか、うん、上口さんは長年苦しんできました。病気や周りの偏見、家族とのこと、情けない自分。統合失調症は100人に1人が発症する、誰にでも起こりうる病気だそう。すぐには答えは出ないかもしれないけど、生きづらさを減らしていきたいですね。ナレーション和久田あかり、トヨタご当地アイドルスタート、協力アイアラック、トヨタ地域精神障害者家族会あけぼの会、制作トヨタ星プロ、企画制作トヨタ市障害福祉課。